が喋らないんだ。なんだって。わあ、ちいちゃん倒れた。おお、動物たちが来た。ねえ、何か出てきたよ。したらいいの？え、何？あ、ちょっとこれはあかんやつ。動物たちと一緒に森の中の村に侵入したモンスターをやっつけるのだ。モンスター、同じ色のブロックを3つ以上つなげてくれ。4つ以上つなげるとチェリーを獲得することができるぞ。また7つ以上つなげると周りのブロックを吹き飛ばす爆弾が作られるんだ。爆弾をタッチして使ってみてくれ。もうすぐで、そう、いい感じに爆発したな。点数も上がったぞ。点数9128の次はさらに強力なレインボー爆弾だ。ブロックを消し続け、右上のレインボーゲージがフルになるとレインボー爆弾ができるんだ。この右上のやつね。はい、レインボー爆弾をタッチして使ってみてくれ。爆弾の色が変わるタイミングに合わせれば好きな色を爆発させることができるぞ。言うには少し難しいかも。なんだって、ただし、うかうかしているとモンスターはブロックの色を自由に変えてしまうんだ。邪魔になる時も助かる時もあるんだが、攻撃してくることは頭に入れておけよ。なかなかやるな。これでお遊びは終わりだぞ。そして200チェリープレゼントしようじゃないか。じゃあ行くぞ。森の中の花を救うために出発だ。3、2、1、ゴー。今からやるの？はい。ブロック攻撃力を次の段階にアップグレードしてください。なんだと？嘘つきを。